しみください。ようこそ。Thank you.
デー2日遅れのおひな祭りということで、あそこにねとっても素敵なおひな様飾ってくださってありがとうございます。横田さん家の素敵なおひな様ね、ありがとうございます。すごい綺麗ですよね。もうなんか今日はよしも着物着てきてくださって、ジャパニーズな感じですね。畳もね、あって足崩してくださいね。ごめんね、畳痛かったらごめんねというわけで、美味しいパスタ召し上がっていただいてますか、ね、お料理の先生もね来てらっしゃるんでね。でも今日はなんかテーマがねオーガニックっていうことでね、オーガニックのいろいろなものを揃えさせていただいて、最近の我が家のファッションなんですけれども、まあファッションって言ったらね、子供たちが怒られちゃうんです。アスリートたちがね一生懸命こう自分の体のことを心配してねっていうことで、私たちもそれに一緒にこうね便乗してオーガニック楽しんでいます。パスタもねそうだし、ソースもそうだし、それから今日はおひな様ということでハマグリのね準備させていただいて、天然のハマグリ、エビもね天然のやつということで、少しずつね今日はおつまみということで、皆さんなんかいろいろね今日は持ち込みからなのでね、いろいろ楽しんでください。でね、ここにオーガニック の, 白ワインと赤ワインご準備してますので、今ちょっと花本の上に置いてたんですけど、あっちの方にありますので、それでご自分でセルフサービスでこうキュッて組んでいただいて、もし遠かったらちょっと誰かと頼んで、それでね追加オーダー500円ずついただいたり、 あちらのワインはなります。ソフトドリンクご希望の方はちょっと数に限りがありますけれども、用意させていただいたので、そちらの方は追加オーダーは300円になりますけれども、またこちらの基地の方に行っていただければご対応できるかと思います。 OK? いやいやいやまずねピアニストちょっとね先ほど紹介させていただきました。もう一度ね今日の素敵なピアニスト、今日彼女一人でいろいろやってくださいます。福井智美、はい、もうね、もう大忙しのジャズピアニストでね、ともちゃんみーちゃんのおひな祭りになってね、そんな気分でできたら楽しくできたらなと思ってるんですけども、いろんなね、ともちゃん自分のご自分の、ね、スタジオみたいなところも持っていらっしゃったりとかして、そこでねいくつか持ってらっしゃって、北軽井沢でしたっけ、の方にもね小屋ですから、スキーバーみたいな小屋ですから持ってらっしゃってね、ミリさんと一緒にお越しくださいます行きましょう、みんなで行きましょうね。そこでねセッションなんかされてね、それをこうリーダーとしてねいろいろ取り仕切ってらっしゃるですよね。みんなこう並みいる男性ミュージシャンを従えて行くわよ、なんとね、かっこいいのよ。もう見た目は可愛いけど、本当ピアノ弾いたら男前っていうね、褒めてるんだよ。そういうね。ちょっとこのね録画、あちらのカメラとこちらのカメラで見せていただいております。今は直接は配信はしてないので、後ほどね後日編集させていただこうと思ってます。もう消したりつけたりしてくださいね。あ、そうそう、撮ってくださってる宮子さんです。ありがとうございます。もうね、本当の本業の絵本作家さんからもうこんなことまでね対応していただいてありがとうございます。美的センスありがとうございます。今日はそれでこうなんか、歌のね合間にね、まあ、そのおひな様じゃないけどね、お代理様は今日は何 2人3人来て
いただいて、レナート入れて4人か。おひなさんもいっぱい。ガールズパーティーでね。うん、そう。あの、なんか、ね。あの、おひなさまってこう、ほら、あの、昔ね、ああいうお人形でこう、源氏物語なんか見るとね、あの、お人形さん遊びなんかしてやってましたけれども、結婚式のね、あの、ことを表現してるんですよね。なんか女性にはなんかいろんな生き方があるので、今日はね、そんなお話もね、間に入れながら、そう、My Life in 大垣おえ、水木ちゃんってどんな小さい時何してたのみたいな質問もいただきまして、まあ、ちっちゃい時のね、話なんかちょっと、うちの母の話とか、うちの母ね、会ってくださったことがある方は、おー、あのお母様っていうふうに言ってくださるんですけども、とってもファンキーな母でね、うん、そうそうそう、そんな母がね、あの小さい頃、うちそのファンキーな母は末っ子でね、で末っ子でおじいちゃんに似て覚醒遺伝で、あの他の兄弟みんなおとなしいのに、うちのママだけめっちゃ元気でっていうね。そういう末っ子だったんですけれども、うん、あのみんなね、あの当時のあの兄弟はね、ゆっくりゆっくり行く。あの当時のね、あの兄弟さんはみんなね、病気やら戦争でね、亡くなって7人、うちの兄弟、母は8人兄弟だったかな、9人兄弟、それぐらいですかね、あの時代はね、昭和の初め頃に末っ子の母生まれた、うん、でね、皆さん亡くなって、あの母が最後に生き残ったわけなんですけれども、それまでおじいちゃんはね、あのとてもこうやり手 の今でいう何でしょうね、証券会社をやってたそうで、あとこう株屋さんっていうね、そのあのお城の麓でね、あのやってたそうなんですけども、でそのあの豪奢な感じがね、こう白黒の写真に残ってて、木造の3階建ての6メーカーなんで、え、岐阜にも6メーカーがあるのっていう感じなんですけど、そういう3階建ての木造の旅館とかね、それがうちの前にあったりとかして、それで、あのうちの母にはね、姉やが2人いたそうです。すごいでしょ、本当かな。そうそう、そんなね、中でこういろんな面白い話がねあるんですけども、その遠い親戚がまたね、お家がね、あの3階建ての、お家が田舎の方にあってね、そこの一番てっぺんから眺めた景色をね、大子ちゃん、これ全部見える景色がね、あなたのものよ、なんてね、そんなに広かったですか。ね、そうするとね、親戚のお兄ちゃんがね、パッカードという車に乗ってね、現れるんですね。パッカード、検索、検索すると、やっぱりそれなりの有名な、アメ車ですか、うん、車詳しい。ね、結構古い昔のね、かっこいい流線型の車なんですけど、うん、そんなね、あの幼い頃の過ごした母、うん。でね、最後あのお父さんも亡くなり、あの我が小山家はね、どんどん女系家族でね、これで旦那さんをね、こう養子さんでいただいて、そしてね、後を継いでたそうなんですけども、だんだんね、その学校の先生してたご養子さんをいただいたんだけども、そのなかなかね、お商売には向いておらず、どんどんこう没落していって、最後はね、農地改革というのがありましたね。なんかね、歴史の勉強のようですけど、それで土地を全部没収されたとかいう話ですけれど、でね、気がつくと母はあの借家の2階の曲がりっていうね、あの生活になってたそうです。うん、それで お姉ちゃんとお父さん、病気がちのお父さんと3人で暮らしてたそうなんですけども、あ、そうなんてね。でもそのうちで私は生まれるんですけどね。
そのうちでね、うん、最後そのお父さんも亡くなって、お姉ちゃんもあのちょっと悲しい亡くなり方をして、うちの母は一人きりになって、で天涯孤独っていうね言葉を母はよく使ってましたけど、で一人になって、そこからねお寺にねなんかこう修行みたいに出されるんですね。一人じゃ生きていけないだろうっていうことでね、あのねお見合い結婚しましょう、それでなんとかやっていきなさいなんてね、そこからあの可愛い子が生まれてね私がね生まれるというわけなんですけれども、うん、第一章終わり。ね、ちょっとこの続きあるんでね、ともちゃんね、まずひとまず曲いきます。あのアルバムにあのね去年 再発されました、私のファーストアルバムなんですけども、日本コロンビアから、これあのヨーロッパでも今すごい評判になっているシティポップっていうジャンルのね、あの音楽ジャンルということで、東京であの頃流行ったあの音楽のことをシティポップと呼んでるんですけれども、ちょっとこうブラックミュージック寄り のロックじゃなくてあのブラックミュージック寄りの曲が多いんですけどもね、でそのアルバムの、中の、久保田敏信君が書いてくれた曲がねやっぱり取り上げられるので、今日はその曲を聴、いてください。このアルバム、あの再販でちょっとあのね、ターンテーブル持ってる方がね かけて聴くとすごいまたいい音、 CD とは違ったこういい音、空気を伝わってくる音なんですけども、あのターンテーブルなくてもこうなんだろう、サイン入りはね値が上がりますのでお財布豊かな方ぜひ、今日はね1枚だけ持ってきてます。はい、じゃあその中から聴いてください。おお、ダディ、
車のね、イタシャのね、チンクチェントみたいな車なんだけど、
スバルね、こんなちっちゃいやつね。そう、360ってすごいでしょ。ちっちゃいのね、エンジンがね。今の660より小さいですね。小さいです。すごい、本当に小さい。でもかっこいいよね。すごい、あの、なかなか今はお目にかかりませんよね。でも、あの静岡にあのレレの応援に行った時にね、見ました。感動したな。水色のスバル360。はい、そういうわけでね、あのそこからまた母のね、あの反撃が始まるわけなんですけれども、うん、第2弾終わり。では、進化ツリーにね、私のオリジナルで、そうやってね、歴史をこう遡ってね、あの、あなたに巡り会いたいみたいなね、ちょっとその遡るつながりで、進化ツリーを聴いてください。山本拓海の曲、私の作詞で、やっと日本語が出てきたぞ。鳥になる
私はやっぱりこうなんか悲しかったよね。そんなこといいのかしらなって思ってましたけれども、今から考えるとですね、ものすごいことをしてたなっていうふうに思います。大きなねエネルギーをね感じます。はい、ではこんなロマンスがあったかどうかはまた後ほど。あったんだよ。君を褒めればよかった。
コメントちょっとこれね、なんかあの聞きたいってね言ってくださる友達も多くて、あの嬉しいです。どんな時にできたのって言われるんですけども、あの映画をね見終わった後ですよできたのは。はい、ありがとうございます。それでは、そのね、あの母にこんなロマンスがあったかどうかということなんですけれども、なんかあったみたいなんですよね。そのね、あのいいか悪いかちょっと皆さんのご判断にお任せしてますが、なんかね、そう、あのね、素敵なね、あの方でもね、あの、なんだろうね、私に説明するぐらいですから、でもママもね、でもいいの、なんてね、あの言ってましたけど、ちょっと ときめいたんでしょうね。有名なね、お菓子屋さんの社長でしたよ。うん、はい、あの、今日ね、その、おひなさんのちょっとさらりと、うん、違うのかな。あの、火のつくもの。ね、おひな様っていう、ひな祭りということで、火のつくもの、もしよかったら持ってきてくださいなってことで、あそこに、山盛りに、すごい。本当、まあなんかね、ね、あの検索していろいろなんか面白いものにも私本当にあの CD プレゼントさせていただこうと思って来たんですけれども、そう、見の時にね、耳かき持ってきた、あの大賞あの差し上げさせていただきます。火はね。おひなさんの日のうちに何があるのみたいなね、あのひき肉は持ってこないでねみたいなとか、ひきがえるもやめてねとかね、あとひつまぶしはいいよみたいな、ひつまぶしね、うん、私いいです、もうどんどん言ってくださいね、思ってること言ってくださいね、小さい声でので、今日はこの曲のね、1回目のこの曲最後になるんですけれども、この曲の、真ん中でね、私とじゃんけんぽんします。じゃんけんぽんして、あの順番にこうね、5人くらいになったところで、それこっち持ってきてもらって、これがいい、あれがいいと指さしてもらって、あの皆さんにこうね、ご自分が持ってきたものを持って帰った人もいましたよ。それどういう感じ、子供でいますよね、それも誕生プレゼントを持ってきてこうね、交換会で自分で持って帰る子ね、いますけれども、それもまあありかな大人な対応で本当。オッケー。あ、そうね。あのオーガニックのワインね。あるよ。オッケー。すごいね。もうこんなに告げました。オッケー。ちゃんとチャリンとお金入れてくださいよ。500円なかったらね、あの400円でもいいから。元取らないで。はい。では。そしてもう一つ課題があって、あのご存知の方いらっしゃる、これ1番テーブル、2番テーブル、3番テーブル、ね、ご夫婦仲良くお願いします。4番テーブルで、ね、5番テーブル、5番テーブルさん、よろしいでしょうか。ね、歌詞の途中でね、あのご参加皆さんお願いします。そこでミュージシャンいるから分かるよね、やっぱ私が何やるか分かってるから大丈夫ですね。曲の途中でまず1番テーブル様、幸せありがとうと言いますので、そしたらこうやってありがとうってあのお辞儀してもらってよろしいですか。あのありがとうってこう1番テーブルで、2番テーブル様は愛してるよって言ってくれたので、こうあのコロナの前はね、いろいろ言葉をいろいろ割り振ってたんですけども、ちょっとね、今のコロナってことでこうジェスチャーで置き換えさせていただいてます。愛してるよって言ってくれた、投げキッスってことですね。5番テーブルは違うよ、ちょっと待ってね、うん、アタブルでね展開していくからね。はい、3番テーブル様、1日に30回くらい反芻するとなる、原っぱのメリーのように、メリーさんって羊ですか、
メリーさんの羊な感じでお願いします、ね、確実、着実なカップルですからね。面白くないな、もっと難しいのにするから。はい、次あなたのような、密かに思う幸せ、マダムバタフライ、マダムバタフライっていうので蝶々だってよ、聞いてた、はい、はい、はい、ね、蝶々の、言葉はちょっと小さく、よろしくね、でちゃんとできたところでしゃべりに行きましょうね。ほいでこっちはそのちょっと後になります、いい2番2番いい、ねどこにしようかな、休憩時間になったらまた思うから、思うね、あなたのことを思うんです。じゃあこうなんかドキ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 、ちょっと新しい、よろしく、そこドラム様2人ね、よろしくお願いします。これでもいいよ、これでもいいよ、また思うから、それで終わり。これちょうちょ覚えてますね、自分が何をやるか、いいですか、はい、あとその後にこれ盛りだくさん乾杯いたしますので、ね、グラスを持ってガシャンってならないようにお願いします。もしなんかドリンク入ってなかったらあれですし、空っぽのままでもね、私たちも何か、私はグラスがここにあるので、ともちゃんに何か、あ、大丈夫、引いてるから大丈夫だ、じゃあね、じゃあ曲のまだ時間あるから、では行きます、はい、シーソー、
あのしかもロスタイムでね、いや素晴らしい、あのご覧になった方はあの分かっていただけるとかと思うんですけど、あの知らない方はぜひ見てください、 YouTube でね、すごいすごいゴールだったんですよ、これ離れたところからね、ピンキゾマにこうやってね、しかも利き足じゃない右足でね、ブラボーブラッツ、一番喜んでるのはこのキッチンの中で、そうですね、ありがとうございます。はい、そしたらあのですね、乾杯をしたいんですけれども、その前にまずこの火のつくもののプレゼント行ってみたいと思います。よろしいでしょうか、それちょっとこの真ん中に、スル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 っとこっちに持ってきますかね、すいません、すごい、ものすごいいっぱいある、すごいたくさん盛りました、ありがとうございます、すごい、何冷やしエース、冷やしエース、シーナのやつ、ひよこ、ひよこがいるの、ひよこ、うそ、ひよこまんじゅうじゃなくてひよこ、はい、じゃあ行きますね、私とね、じゃんけんよろしくお願いいたします。グーとパーで、グーとパーで、グーとパーとどっちか、はい、それでグーとパーでやります。で私と同じの出した方、ひとまず次に進みます。一緒に出した人ですね、うん、違う、勝った人があら、あの詳しい方、そうね、いい、あ、じゃあごめんね、はい、そうか、保育園とかだと違うのかなあれいいですか、すいません、じゃあグッドパーで、あの、うん、遊びましょうね、はい、私と同じの出した人が残る、次にちょっとまず残っていただきます、いきますよ、せーの、グッドパーで遊びましょう、はい、パーの方、はい、1,2,3,4 そうね、で、グーの方後ほどお待ちください、いくよ、で、もう一回いきます、ジャパンの方一緒にいきましょう、グーとパーで遊びましょう、はい、チョキ出してもらいます、セッキーすごいね、チョキチョキ負けだよ、はい、じゃあグーの方どうぞ、今3人ぐらいじゃないですか、あのどお好きなのを指さしていただけますそしてあの、はい、アスカちゃんが、はい、アスカちゃんがこう、ひよこ、ひよこ、ひよこ、はい、ひよこ、こちらから、お二人、お二人グーですよね、どれにしました、いえ、なんだろう、中身教えてね、何が入ってたよって、やっぱ袋に入ってるからね、ね、そうなんだ、こうやって見るとやっぱり耳かきは秀逸でしたねあ、でも、あの一人一人やっぱりなんかね、見たいよね、見たい、そうだ、あの、歌った人のそれやる、何何ひざこけ、ひざこけ、どれこれ、これ行ってみる、これ行ってみる、知ってるの、中身知らない、なんとなく沖縄菓子でございます、沖縄菓子、沖縄菓子ね、甘いものね、いいですね、 OK、 はい、それでもういいですか、じゃあ今、お三人さん以外の方で、先ほど私と同じなのの方ね、その方よろしいですか、いらっしゃいます、あ、じゃあその方
ママもでしょ、1、2、3、あ、じゃあそこから、ここから行ってみますか、はい、選んでいただけますか、やりたかった、あ、じゃあやりたい、やりましょうか、じゃあもう一回行きましょう、のぶちゃん、いいね、お待ちください、グッドパーで遊びましょう、はい、あ、パー多いね、でも1、2、3、4、じゃあ、失礼します、最後一人まで行きたいってか、いやすごいね、ちょっとね、明日の朝になっちゃうこの素敵ななんか作るの、ユニクロ、ユニクロ、ジャメがあったので、おー、かわいいハートのあれですね、大丈夫、本当なんかさっさと取るし、自分で来る、この辺、この辺、このヒヤシンス、ヒヤシンスはちょっと違う、この辺、自分もどれにしますか、これで、あ、なんか重いな、重さでしか重さで、ここにもありますよ、なんかでも楽しいじゃない、中身のこれにもある、えぇー、何、おかしくヒートテックです、出てますね。